はい、どうもワラチスト408です。今日はですね、Amazon で見つけた、ベアフットシューズの紹介をしたいなと思います。はい、ですね、メーカーがサグアロというメーカーですかね。ちょっとあまり聞いたことないところなんですけど、このベアフットのランシューですかねがですね、ちょっととんでもない値段で売っていたので、値段がですね3280円、今現在3280円で売ってます。で、自分は2020年の7月に7月27日に購入したんですけども、これがね結構3280円とは思えないクオリティだったので、今回紹介してみようかなと思ってます。またちょっと、ツイッターでね、こんなの買ったよってつぶやいた時に反応が結構あったので、ちょっと動画にしたら面白いのかなと思って今回動画を上げてみました。はい、それでは靴を見ていきましょう。自分買ったのは054グリーンっていうやつですね。こんな感じの色です。デザインもねそんなに悪くないですよね。これがブラック、オレンジですね、ホワイト、レッドね、そしてグレー、そしてブルー、そしてグリーンの034という感じですね。ここがローズレッドで、私が買ったのが054のグリーンですね。サイズの方が 22.5 からコンマ5刻みで30センチまであります。で、製品についてですね、外装の素材がポリエステルと、一つの靴の重さが 136g って書いてますね。して靴のつま先部分が広めて設計してあって、まあグリップ力アップしますよっていうことを書いてます。まあ基本的に、ね、なんだろう、アルトラとか、ベアフット系のサンダルではなくてシューズは結構ねつま先は広く設定してあるんですけど、これも同じような感じで靴のつま先部分を広めて設計していますよっていうことを書いてます。で、まあ高品質なラバーソールを採用しており、滑り止め機能と耐久性が優れます。これについてはちょっと自分はまだ履き始めて、数ヶ月しか経ってないんで、ちょっとまだはっきりと言えない、耐久性についてははっきりと言えないんですけど、まあ悪くないのかなっていうふうに思ってます。で、靴は、防水性能はないと。で、速乾性があるから、まあ濡れてもすぐ乾くよってことが書いてますね。用途としては、まあ裸足ランニング、フィットネス、トレーニング、ドライビング、ウォーキング、マリンシューズ、ウォーターシューズ、ヨガ、サイクルって書いてますね。まあデザイン的にもさっき言った通り悪くないんで、普段履きとして履いても全然問題ないのかなっていうふうに思ってます。まあ自分もね、今後まあ普通のブラックが次ちょっと買ってみたいなとちょっと狙っています。で、この値段だったら複数買ってもいいのかなっていうふうに思います。それでは、サグアロのベアフットシューズの紹介をしていきたいと思います。これは今自分が今実際に使っているやつなので、まあだいぶ使用感があると思うんですけど、こんな感じですね。見た目はまずこのね、指の先端もなんかこの指の形になっているようなソール部分はこんな感じです。履いた感じは、自分はいつもだいたい10ミリぐらいのワラアチを履いてるんですけど、それよりも接地感が強く感じます。かなり薄いんじゃないでしょうか、きっと。で、紐ですね、シューズの紐部分がここにベロクロでくっついてる状態で、このシューズの紐自体が、ゴムですね、アウトドアのゴムみたいな感じですかね、なってます。で、このバックル部分を上に上げた状態で引っ張ると、締められるような状態ですかね。で、締めたら勝手に動かなくなるような機構になってます。で、まあ、調整して締めたら、ここにベロクロでマジックテープになってるので、くっつけて紐がバタつかないようになってる感じですね。調整は結構しやすいと思います。それにあれですね、ゴムなんで、もう自分はもう一回調整しちゃったらもうそのままにして、そのまま履くみたいな感じでやってます。そして注目、まあちょっといいなと思ったところが、この中の素材がですね、結構柔らかくて、裸足で履いても結構肌触り良くて、なんだろうな、履いた感触がいいっていうことですかね。中敷き取って履いたら結
構薄くなるとは思うんですけど、この中敷き、そうですね、中敷き抜くとかなり軽くなります。まあ元々のシューズも軽いんですけど、中敷きは結構しっかりしているので、またそれを抜くとさらにいい感じに薄くなるのかなと。で、自分はだいたい足の、まあ、素足で 25.5 センチぐらいですかね、なんですけど、ワンサイズアップ 26.5 を買って履いてます。まあ、靴下履いて、履いても全然普通にきつくなく履けるので、あとはこの、そうですね、裸足で履いても結構いい感じに履けます。問題なく履けると思います。まあ、ただ裸足ですと、まあ、どっかに擦れたりとかして足が痛くなる可能性はありますけど、普通に靴下履いて履く分にはすごくいいかなと。で、ビブラム5フィンガーとかありますけど、基本的に5本指ソックスとか、まあ、裸足で履いたりするんですけど、ちょっと履くときにですね、もうこの分かれてるので指が入んなかったりとかですね、ちょっと履くのがめんどくせえなと思ってて、個人的に。で、今回これ買って履いてみたんですけど、感触はそんなにそれほど変わらなかった。あと、まあクオリティが、まあ、3000円台で買える靴としては相当高いなっていう印象です。まあ、自分はまだ半年ぐらいしか履いてないんであれですけど、かなりおすすめできるようなシューズなんじゃないかなと思います。これをね、3000円台で作られたら、ちょっとなんかたまったもんじゃないって感じですかね。日本のメーカーとしては、おそらく中国のメーカーなんですかね、このメーカー、サグアロ。個人的にちょっと聞いたことがないメーカーだったんですけど、かなりレベルの高い製品を出してきたなっていう印象です。あとはこの素材ですかね、伸縮性があるので、履いた感じ結構フィットする感じですかね。あとは問題、まあね、履いててこのつま先とかなんかは結構親指が当たったりとかして、だんだん破けてきちゃうのかなっていうイメージはあります。どこがダメになってくるかっていうと、多分おそらくこういうところですかね、が穴が開きそうな気はしてます。ソールも結構デコボコがしっかりしているので、グリップも効きそうな気がします。自分ちょっとこれで山とかはまだ走ってないので、山とか雨の日とかでまだ走っていないので何とも言えないんですけど、かなり3000円台にしてはすごいですよね。俺がこれ3000円で作れって言われても嫌だという感じですかね。恐るべきクオリティという感じです。で、カラーも結構いろんな種類あって、まあ、女性向けの、まあ、ちょっとピンクっぽい色だったりとか、あとはまあ黒とか普通の黒とか、まあ、グレーとか、カラバリも結構いっぱいあったので、かなりいいんじゃないかなっていう感じです。どうもいかがだったでしょうか。すごいですね、このベアフットシューズは。値段の割にかなり出来が良くて、自分はちょっと衝撃を受けてしまったんですけど、またこれからね、自分がちょっと気になったものとか、わらちに限らずなんかいろいろ紹介できたらいいなと思ってるので、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、それではまた。